これで出たらすごい便利なんだけどな。だって洗わないでいい、泡で出るから。始まりましたメカネス TV。 今日はね、じゃん、タイヤワックス、タイヤワックスのね、すごい簡単バージョンを見つけてきたからね、やろうかなと思って。まあでもタイヤワックスイヤー派もいるとは思うんだよね。タイヤってさ、何もしないとこういう茶色っぽい汚れ、これブレーキダストの汚れもあるんだろうけど、これ自体はそのタイヤのゴムの性質を守るために出てくる色っていうのかな。まあタイヤ屋さんが日々開発やら研究をして、なるべくタイヤを持たせてくれるために頑張っているんですよ。でタイヤワックスをするとそういう性質を壊して、タイヤが持たなくなったりとか、やっぱ劣化を促進しちゃうんじゃないかというから、こういうタイヤワックスはしませんっていう人もいるけど、私はタイヤワックスをし、タイヤにツヤを出した方がかっこいいじゃんっていう特にイベントとかに出すから、イベントとかに出店してるような車はだいたいタイヤ超綺麗、搬入日とか見てるとみんなその場で最後仕上げて車拭いたりとかしてるけど、もう最後絶対こうやってタイヤワックス、だってせっかくこっちがツヤあって黒でかっこいいんだから、そりゃここもツヤがあった方が、タイヤってもう何もしてなきゃこのツヤなんて絶対出ないからさ、このツヤを出していきましょう。だからその劣化が気になるって人たちは、まあそんな頻繁にやんないで、まあイベントに出す、私まだイベントの時ぐらいしかやんないかもしれないけど、まあ毎回洗車ごと毎日やりますではないよね。なんかかっこよくしたい時ね、あるじゃんそういう時。今日箱根行くからかっこよくしたいとか今日は大事なデートだからかっこよくしたいとかそういう時とかに塗ってもいいかな。で今回これは私が普段やってるやつは、まあスポンジで普通に洗ってから、まあ、濡れてる状態でなんかスポンジにこのワックス剤をつけてシュッシュッてやってるやつなんだけど、今回はもうこの泡で出てきてくれるらしい。洗わないでいい、これで書くと水洗い拭き取り不要らしい。だからやってみようかな。拭き取り不要ってどういうことなんだ。水も使わないの。これてっきり泡を流すのかと思ったら、泡がこれ勝手になくなるまで待てばいいらしい。なんか私がやった限り1回目じゃそんなツヤも出ないし差がない。だからムラが出た場合は作業を繰り返してくださいって、からちょっともう一回やってみようか。多めにしてみようか。1回目よりちょっと多めです。1回目ちょっと私の貧乏症が出ちゃうちょっと多めに。出ないツヤ、若干そっか出ないか。これで出たらすごい便利なんだけどな。だって洗わないでいい、泡で出るから。もう一回やる。何回繰り返すとは書いてないね。ムラが出た場合は作業を繰り返してください私がいつもやってるやつやると、本当濡れた時と同じぐらいのツヤが出てくれてるから、そう考えると出てない。ちょっと拭きたくなっちゃう。これは何だろう、
整備士の佐賀かね、吹きたくなる。まだこういう感じになるよね、タイヤワックス塗ったら。これはさ、ウエスで汚れも取るからツヤ出るじゃん、ほらカメラで映ってるかな。あ、これこそタイヤワックス塗った後って感じだな。汚れが強かったのかな。泡で出て水洗い拭き取り不要って書いてあるけど、これウエスでバーってやってバーって拭くのが一番早くツヤが出て、タイヤも綺麗になる気がする。さっき待ってみたけどやっぱ綺麗になんなかった、まあ、綺麗になったけどツヤっていう部分ではなかったから。これね、見た感じこれが一番お手軽だなと思ったんだよ。拭き取りもいらないし、けどやっぱちょっと拭かないと出ないね。だから次回、まあ、その拭くタイプのやつでどれだけ出るかやろうかな。ということで今日のメカニティビューはここまで。